監査院は、大韓民国憲法第97条と、監査院法第20条の規定により、国家の歳入、歳出の決算を監査し、国家と法律の定めた団体の会計を常時監査、監督して、その執行に適正を期しながら、行政機関の事務と公務員の職務を監察し、行政運営の改善、向上を図る大韓民国大統領直属の合議制機関である。 大韓民国政府受立当時には政権憲法により国家の収入、支出に対する決算監査を担当する新憲院と政府組織法により公務員に対する監察を担当する監察委員会が設置され会計検査及び職務監察を能の別の機関で担当した。大韓民国第三共和国憲法は監察委員会と新憲院を統合して監査院を置き、 1963年3月に、関西院法制定とともに、関西院が正式に出版した。以後、維新憲法が、国会の国政監査権を廃止しながら、関西院を活用するようにしたのだが、これは、第五共和国憲法でも踏襲され、現行憲法では、国会の国政監査権が復活されたが、関西院は維持された。大韓民国憲法によりその設置が指定。 権限が付与された憲法機関である。大統領所属の中央行政機関である。しかし、行政府所属機関でなく、国家元首である大統領に直属した機関である。関西院法第2条の文言のように大統領に所属しているが、職務に関しては独立性を保持している。さらに関西院所属公務員の任命や組織、予算の編成において、 監査院の独立性が最大限尊重されなければならない。それだけでなく、監査委員長の任命には国会の同意を必要とし、監査員法により監査院の所属公務員は一定の職務の兼職や政党への加入、政治運動などが禁止されている。監査院は、監査委員長を含めた5人、以上11人以下の監査院で構成される、監査委員会で業務を処理する、 合議制機関である。これは監査員の親中性と公正性に重点を置いたもので、合議制機関である監査員の監査業務の合意に、関する限り監査委員長と監査委員は法的に同等な地位を持つ。監査員は国家の決算審査権と会計審査権、法律の定める団体の会計審査権を持つ。監査員は国家の歳入と歳出の決算を毎年度ごとに、 検査して大統領と国会に報告しなければならない。監査員が会計審査権を持つ機関、または団体は以下の通り、国家地方自治体韓国銀行の会計と国家、または地方自治体が資本金の半分以上を出資した法人他の法律によって監査員の会計審査を受けるように規定された団体監査員法、 第23条が決めている事項に対して、監査員が必要だと認めたり、国務総理の要求があるときまた監査員は、独立して、行政機関と行政不所属公務員の非を職務観察する機関である。職務観察権には、非摘的発に関する非観察権だけなく、公務員の勤務表情、または行政管理の適審査分析と、 その改善などに関する行政観察権まで含まれる。監査員は、監査委員長を含めた7人の監査委員で構成される、監査委員会議と委員長の指揮のもとに監査事務を処理する事務所で構成されている。所属機関として、監査教育委員、監査研究委員、監査委員長諮問機構として監査委員政策諮問委員会を置いている。 監査委員会議は監査員の監査政策及び主要、監査計画、決算の確認、弁償責任の判定など、処分要求事項を決める最高意思決定機関である。監査委員長を含めた7人の監査委員で構成されており、委員長が議長を担当する。在籍監査委員の過半数の賛成で議決できる。会計検事、監察。 審査決定及び監査員に関する行政事務を処理するなど実質的な監査業務を遂行する機関。1995年に設置された監査員所属職員及び監査対象機関の監査、または会計業務従事者に対する教育を担当する機関である。2005年に設置された監査対象機関の主要政策、事業。 機関運営などの効率性分析及び成果評価と関わる監査制度及び方法などを研究、開発を担当する機関である。2008年2月29日に評価研究員から解消した。ありがとうございます。